ZOZO チャンピオンシップでの松山英樹の優勝を海外メディアはどう伝えたのか。反響をまとめてみた。ロイター通信は、日本の熱狂的サポーターの前で、マスターズチャンピオンの英樹松山が、バック9のチャージで5打差の勝利をつかんだと伝え、スポーツ専門チャンネル ESPN の電子版では、松山が日本で初勝利、ホームのギャラリーの前での優勝に、この瞬間を夢見てきた。タイガーも19年にマスターズに勝った後 ZOZO で優勝。それを踏襲できてよかったと語ったと報じている。米ゴルフダイジェストは、今回の優勝はマスターズの勝利とは全く違う形だったが、どちらも非常に印象的であるとし、最終日に一時6打のリードを奪いながら、サンデーバック9でスコアを落とし、僅差1打差の勝利となったマスターズと、最終日の終盤3バーディ、1イーグル、1ボギーの猛攻で圧勝した ZOZO での勝利を比較。どちらの歴史的勝利にも、事故で療養中のタイガーが立ち会えなかったのは、残念とコメントしている。一方、ゴルフウィークは大会に出場した選手の声を紹介。ベテランのピー・ペレスは、松山英樹を日本のロックスターのように愛されている。これだけ注目され、カメラにも囲まれ、この状況にどうやったら耐えられるんだ、って本人に言ったことがある。これだけ騒がれて、プレッシャーもあるだろうに、全く動じないは驚きだと語った。初優勝を目指し松山英樹と同組で回ったし、トリンゲールは、こう証言。彼の歴史的快挙を阻止しようと頑張ったけれど、上がり6ホールでやられてしまった。彼から、コースマネジメントを学ぶことができた松山英樹は、ゴルフの調子は1。ファンの声援で8まで行けたというが、ライバルたちはこぞって、脱帽の体だった。週刊ゴルフダイジェスト11月16日号よりアジア人ゴルファーの誇り、松山英樹の功績をフィリピンメディアが激賞。イムソンジェと共に大きな期待先月の米男子ゴルフツアー、ZOZO チャンピオンシップでの凱旋勝利を飾った松山英樹。マスターズに次ぐ偉業は、日本以外でも大きな反響を呼んでいるようだ。フィリピン紙、フィロピンスターのチョア・チョーチェン記者が、松山英樹のここまでの功績を称え、今後のさらなる飛躍への期待を綴った、韓国の23歳、イムソンジェと共に、松山とイムソンジェ、アジア人初のゴルフ界の頂点を目指すとタイトルを掲げ、両者について掘り下げている、現在の公式ワールドゴルフランキングでアジア人最高位、松山英樹12位、イム23位といったことからアジア人ゴルファーの誇りであると評し、さらに両者のゴルフスイングについても韓国のイムソンジェと日本の松山は、正確さと力強さを表現する能力を持っていると、その精度の高さに言及している。また、松山英樹個人については、2017年にキャリア最高となる世界ランク2位となった実績とともに、その年より未勝利が続いたことも伝えている。その上で、今年のマスターズの夢のような優勝により、長い未勝利に終止符を打ったと、今季の偉業をそう表現した。同記事は、アジアをリードする両者により、アジア人として初めてツアーの最高賞であるフェデックスカップを獲得し、公式ワールドゴルフランキングで1位になるのは誰かという大きな期待が込められていた。もちろんその答えは未来に委ねられるものの、両ゴルファーは今後もゴルフファンの注目の的となることは間違いなさそうだ。